ストレッカ海底地滑りの所在地、ストレッカ海底地滑りは北海に所在する大規模な地滑り跡を呼び、それを生じさせたイベントの名称である。紀元前6225年から紀元前6170年の間にかけて発生したと考えられている、現在のノルウェー沖付近の大陸方で発生した計3回の海底地滑りの総称である。これらの海底地滑りは、 合計290平方キロメートルの長さに及び3500キロ立方メートルの土砂が移動した。その結果、北海及び大西洋に巨大津波を引き起こした。ストーガはノルウェー語で大きな縁の意を持つ大陸砲であり、ムーレの海岸の沖に所在した。海岸から100キロメートルほどの場所に大陸砲の淵があり、 その場所において発生した大規模な海底地滑りがストレッガ海底地滑りである。また、史上最大規模の地滑りであったと考えられている。この海底地滑りは巨大な津波を引き起こし、その結果、スコットランドなどに多量の堆積物を堆積させた。スコットランドのモントローズ盆地においては、これがよく観察され、堆積物に含まれていた植物を用いた。 放射性炭素年代測定により、この地滑りが紀元前6225年から紀元前6170年の間に発生したことが明らかとなった。地滑りを引き起こした原因として様々な説が考えられてきた。マルゴネレスは海底に存在したメタンハイドレートが地震によって約164倍に膨張したことによる崩壊を考えた。 ウィリアムズは氷河によって地面が迷子石のように運搬されたり、地震などによって陸上が崩壊したりしたことに伴って海底が崩壊したという考えを示した。地点別の津波到達高度、スコットランドモントローズ盆地に見られる、ストレカ海底地滑りに起因する津波堆積物地滑りが発生した場所から見て、西にあるドッカーランドは現在海面上昇によって水没してしまい、 ドッカーバンクと呼称される体となっているが、ストレッカー海底時滑りが発生した当時は陸地であった。ここには中石器時代の人々が居住しており、現在のイギリス、デンマーク、オランダを結ぶ陸橋となっていた。この場所はラグーンや干潟などが広がっていた場所であり、住民は主に漁老によって食料を得ていたが、この津波によって大きく人口を減少させたと考えられている。 ありがとうございます。